オリックス、横山楓、戦力外。オリックスは8日、横山楓投手、26、2来季の野球選手契約を結ばないことを通告したと発表した。球団は横山楓2来季の育成契約を打診しているとみられる。なんでや？ファームのセーブタイトル取ったけど1軍では通用しないっていう見解なのかな。育成契約するだろうか、残念。早く発表するのは完全に油断しとった。大卒社会人ってことを考えると妥当よね。ピッチングが安定しないイメージだったな。やっぱそうか、この前に名前なくてほうって思ったんや。これってマジで藤浪エルンちゃう？育成打診か、よく考えて決めてね。楓くんいいもん持ってるんだから。うん。横山投手一人だけの戦力外通告？後でまた発表があるのかな。最終戦一軍におったしタイトル取ったけどこうなるのか。そりゃそうやろ、育成で残すんやな。マッシュワイカは無理やと思ってたけど、他球団に行った方が幸せだと思うし、そのために就活の意味も込めて2軍で最多セーブ取らせたんだと思ってたんだけど違うんだ。むしろ育成打診したのがびっくり、完全に切ると思っていた。仕方ないか、最後に1軍でチャンス与えられなかったのは残念だが。ご視聴ありがとうございました。